日本の大学全部行った男、山内泰司です。こんにちは。千葉大学園芸学部って何をやるの？という話をします。園芸学部って千葉大にしかないんですよ。あとは私立の南九州大学に環境園芸学部ってあるんですけど、これ宮崎県都城市にあって、まあ、全国のほとんどの受験生の方にはあまり、まあ、関心がない。なので基本的には園芸学部は千葉大学にしかない。一体何の勉強するんでしょう。皆さん園芸っていうとやっぱりお花を作って育てる植物みたいなイメージですよね。ちょっと違うんですね。まあ、園芸っていう名前があまりにも一般の人のイメージとかけ離れてるんで、千葉大学の園芸学部を一言で言うと動物がいない農学部です。農学部っていうのは動物と植物でできてるわけですね。まあ草、稲、あるいは野菜、果物と、まあ、牛、馬、これで農学部なんですよ。ところがその動物がいないのが園芸学部なんで、これは私立大学の、まあ、生命科学部に近い。ただし生命科学部の多くは分子生命科学で、要は目に見えない世界まで行っちゃってるんですね、今時の植物の研究って。ただ園芸学だと目に見えない世界もやるんですけど、目に見えてる世界もやるわけです。このあたりが面白くて、まあ、動物がいない農学部ですから、園芸学部の農業系の研究に関して言えば農学部と変わらない高いレベルの、まあ、実質農学部なんです。なので首都圏だともうぶっちゃけ東大の次です。ただライバルとしては筑波大学ですね。あそこもかつては農学部だったものが名前を変えて、今農業系は非常に充実してますので、首都圏で国公立で農業系っていうと東大、それから東京農工大、ここも素晴らしい、林業までやってますからね。そして実はここに千葉大の園芸が入るんです。なので、まあ、動物は別として植物をしっかり勉強したい農業系の場合に、首都圏ですとこの千葉大の園芸というのが東大、東京農工大、筑波に匹敵するほど良い。で、問題は併願校どこよという話なんですが、これは全国の国立大学の農学部になります。なので首都圏ですと、まあ、東京から通学するのはちょっと遠いんですが、農学部志望の人には真剣に考えてほしいのは茨城大学農学部、宇都宮大学農学部、どっちも一流です。これが例えば埼玉大学や横浜国立大学に農学部がないがために、皆さんどうしても農業系の学校っていうと関心が薄くなりがちなんですが、もともと農業が盛んな地域に農学部あって当たり前じゃないですか。だから首都圏の人も静岡大学農学部とか信州大学農学部とか新潟大学農学部とか米作ってますからね。地方国立大学の農学部の研究水準はとても高いです。正直なところ東京で私立だと東京農大とか明治とか日大にもちろん立派な農学部ありますが、国公立の農学部はまた別の世界ですので、ぜひ真剣に考えていただきたいですね。というところで、まあ、千葉大の園芸学部って実はすごいんだよって話でした。はい、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。